皆さんこんにちは、ビムチャンネルの二上です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回はですね、オートキャド講座ということでポリラインの書き方、ポリラインの作成方法について学んでまいりました。今回なんですけども、その続きといたしまして、円だったり円弧ですね、この書き方を学んでいきたいと思っております。書き方だけではなくてですね、この図面の中での使い方ですね、使用例みたいなものも一緒にですね、お伝えできればいいなというふうに思っております。それでは行ってみましょう。はい、それでは円の作成方法、それから修正方法ですね、学んでいきたいと思います。はい、オートキャド講座のですね、続きといたしまして、前回はこうポリラインですね、やりました。で、今回はこの隣、円とそれから円弧ですね、こちらの作成方法と、あと具体的な使い方ですね、まあ、一例ということでご紹介したいなというふうに思います。まずは円からなんですけども、この円のところですね、三角矢印クリックいたしますと、まあ、いろんな書き方、一つ円の書き方といっても様々な書き方があるということなんですけども、一番よく使うのはやはりですね、この一番上の中心半径というものでございます。これはですね、この三角を押さなくても一番上のですね、こちら、ここをクリックすると中心半径になっておりますので、こうクリックしてデフォルトで、まあ、そうなっております。一番上になっております。まずはこれをクリックいたします。で、次にですね、まあ、初めて使うね、コマンドの時は必ずこのコマンドラインを見るといいよということなんですけども、サークルというですね、コマンドが発動されております。円の中心点を指定と書いてありますので、適当にですね、円の中心点ですね、クリックして指定していきます。ではここでクリック、そうしますとこういう感じで円をですね、こうどれぐらいの大きさにしますかということで、まあ、任意の位置でですね、適当にクリックいたします。では適当にここでクリックいたします。はい、この2点クリックするだけですね、中心でクリック、そして任意の点でクリックすることで円をですね、作成することができました。これプロパティ見ると円というですね、オブジェクトでございます。非常に簡単ですね。もう一方でですね、今度はこの半径ですね、今適当な点でね、クリックしましたけども、半径を指定して円を書くことができます。このやり方をやっていきます。ではエスケープを押してデフォルトの状態からやっていきます。もう一度ですね、円ですね、こちらをクリックいたします。で、サークルのコマンドを発動させて、円の中心点を指定ということなので、まずは中心点を指定してあげます。で、次にですね、コマンドラインを読むとですね、サークル円の半径を指定またはって書いてありまして、ここに数字が書いてありますね。なので今ここがですね、半径になっているので、これですね、数字を打ち込みます。例えば、1000と、はい、1000というふうに打ち込んでエンターを押します。はい、そうすると半径1000ミリのですね、円を書くことができます。これね、クリックしたいと思います。で、どうやって半径1000になっているかということを確認するかと言いますと、プロパティの方を 見ていきますね。プロパティの下の方に半径と直径がありまして、半径が1000になっていることが確認できます。半径が1000ということは、直径はまあ2000であるということですね。これでですね、簡単に半径1000ミリの円を書くことができました。はい、基本的な円の作成方法はもうこれだけと言っても過言ではありません。中心点をクリック。まずは円のコマンドを発動してから中心点をクリック。そして2点目は任意の場所で指定するか、半径ですね、コマンドラインに数値を打ち込んでエンターを押すと、この2通りですね。ただですね、先ほども見てきたようにたくさんですね、円の作成方法ございましたので、まあ、基本は一番上の中心と半径を指定するやり方ですが、その他のやり方もですね、簡単に触れておきたいと思います。2段目ですね、中心と直径ということで、こちらをクリックいたします。これは先ほどは半径でしたけども、今度は直径ですよということですね。こちらでクリック。で、今度はですね、じゃあ今度は1000というふうに打ち込んで、2000にしましょうか。ちょっと2000というふうに打ち込んでエンターを押します。はい、そうするとまた円ね、作ることができましたが、先ほどはですね、半径だったのに対して、今度はこの直径の2000に対してですね、この円を作成できるということでございます。まあ、半径を指定するか直径を指定するか、ただこれだけの違いでございます。では続きまして、どんどんいきましょう。円、またクリックして、今度は上から3段目ですね、2点、こちらをクリックいたします。まあ、2点ということなので、まあ、サークル円の中心点を指定、または一番右側ですかね、
円の直径の一端を指定と書いてありますので、円の直径の一端ですね、まあ、適当にクリックいたします。で次に円の直径の多端を指定、他の端部を指定ということなので2点目をクリック、この辺で適当にクリックいたします。1点目クリックして2点目をクリックしたところで円を作成することができました。端部と端部をクリックして円を作成するというやり方ですね。はい、では次どんどんいきましょう。円の3点ですね。これは3点ということなので、まあ、2点とね3点ってありますので、まあ、直感的にね分かるかと思いますが、ここにねガイドラインも出てますね。1点目2点目3点目を指定することで円を書くことができます。1点目2点目3点目という感じですね。今1,2,3でクリックしたところ、そこを接点として円を作成することができました。はい、続きましてまだありましたね、円。今度は接点接点半径という感じでございます。でその下が接点接点接点ということで、ここにアイコンがあるのでね、なんとなく直感的にわかるかと思いますが、実際にちょっとやってみたいと思います。ちょっとですね、わかりやすいように線をちょっとガイドラインと似たような感じで書いていきます。はい、では円ですね、指定していきます。今度は接点接点半径、こちらをクリックいたします。まずはここの接点ですね、適当にクリック。で次にこっち側、下側のところでクリック。で次に半径ということなので円の半径を指定、なのでここ3000というふうに打ち込みます。ここでエンターを押します。はい、そうしますと半径が3000の円をまず書くことができるんですが、はい、半径が3000ですね。ただ1点目と2点目をこう接点こう指定しているということなんですね。ここで指定、ここで指定、でさらに半径を指定ということでございます。はい、では最後ですね、もう1個作っていきたいと思います。ちょっとこの接点、この線をコピーいたしまして、では円を作成していきます。クリック、そして一番下接点接点接点ですね、こちらをクリックしていきます。まずは1点目はここの線でクリック、2点目は下でクリック、3点目、先ほどは半径でしたが今度は半径じゃなくてここでクリックいたします。はい、3つのですね接点を指定して、そこに接する円をですね作成することができました。はい、このような形でですね、様々な方法で円を書くことができます。ただですね、冒頭で申し上げた通り、一番よく使うのはやっぱりですね、この中心と半径なので、まあ、基本はこれであると。ただ様々な円の作り方があるよということをですね、ちょっと頭に入れといて、まあ、いざとなったらですね、こちらを使ってみるという感じですね。そういう運用の仕方がいいんじゃないかなというふうに思います。なのでとりあえずは一番上の半径にしておきたいと思います。では次にですね、この書いた円のですね、修正方法ですね、修正方法を確認しておきたいと思います。まあ、まず1個ね、円があるということでこちらをクリックいたします。一番簡単なのはこのつまみですね、このブルーのつまみ、こちらをクリックいたしましてドラッグすると大きくしたり小さくしたりすることができます。大きくしたい場合は右側に持っていってここでクリック、小さくしたい場合はクリックして内側でクリックします。はい、単純にこれだけということでございます。もう一つのやり方はですね、プロパティで修正する方法もございます。まず円をですねクリックいたしまして、で半径ですね、ここのところでクリックすると編集ができますので、今2677となってますが、これをじゃあ4000というふうに打ち込んでエンターを押します。はい、そうすると半径4000の円に修正することができました。このプロパティをですねうまく使うことによって正確なね円を書くことができるということなので覚えておきたいと思います。はい、簡単ではありますが、作成方法ですね、さまざまな作成方法と修正方法ですね、こちら学んでまいりました。はい、それでは続きまして円弧の作成方法について学んでいきます。はい、それでは続きまして円の隣にある円弧ですね、こちらを学んでいきたいと思います。ここもですね三角マークがありまして、さまざまなですね円弧ですね、作成することが、作成の仕方ですね、ありますが、ここではですね、まあ、一番本当によく使うのはこの3点ということなので、こちらをご紹介したいと思います。ここにガイドが出ていますように、1点目、それから2点目は真ん中、そして3点目は終点ですね。始点、真ん中、終点、この3点を指定することでこのようなですね円弧を書くことができます。このクリックした3点を通る円弧ということですね。
ではこの3点ですね、クリックしていきたいと思います。今クリックしてエンコを発動いたしました。 ARC という名前のコマンドになります。ではエンコの視点を指定ということなので、適当にですね任意の場所でクリックいたします。そうするとこういう形ですね。次にエンコの2点目を指定と書いてありますので、また任意の場所でですね適当にクリックいたします。はい、そうすると今クリックしたところを通るエンコになっておりますので、次最後ですねエンコの終点を指定ということなので3点目をクリックいたします。任意の場所でクリックして、はい、そうするとこのような形ですね。1点目、2点目、3点目、このクリックしたところを通るエンコを作成することができました。非常に簡単で、まあ、たまにねこれ使うコマンドなので、この ARC っていうコマンドですね、ショートカットに入れておくと、まあ、便利かなとは思います。そしてですね修正方法ですけども、まあ、こちらはですね単純に先ほどのエンコと一緒ですね。この青丸をドラッグしてクリックしてドラッグして、まあ、こんな感じでちょっと持っていってあげると、これ直行モードねオフにした方がいいかもしれませんね。直行モードをオフにしてやると結構自由度が高いですね。こういう円を描くことができます。プロパティでもできるんでしょうかね。半径、あ、一応ありますね。あんまりこういうところで修正することって少ないんですけども、ちょっとやってみたいと思います。エンター、あ、できましたね。この円のこの円弧の中心から見た半径ですね、ここを調整することができます。プロパティで調整することができます。はい、この円弧なんですけども、図面内ではそこまで使う機会が少ないです。少ない割に書き方はですねすごくたくさんあるので、まあ、これを全部覚える必要はないのかなというふうに思っておりますが、まあ、ここですね、まあ、いろんな書き方があるということはですね頭に入れておきたいなというふうに思います。はい、それではですね最後にですね、この今日学んだ円とか円弧ですね、これが図面内でどのように使われているのか、よく使うですね使われ方みたいなものをですね紹介したいなというふうに思います。はい、それではですね実際の図面ですね、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、これは非常に簡単なですね図面を今回サンプルとして用いております。まずは円なんですけども、円っていうのはですねこの建築の図面内で非常によく使われるものだと思います。例えばですねこのような形で AW ですね、サッシのこの縦具符号ってやつですよね。こういう符号関係でよく使われますね。これはサッシの符号ですけども、これが例えば建物が大きくなってくると AW の01とかですね、 AW の0203みたいな感じで番号を振ってですね、まあ、S デーの1とか2とかなるかと思いますが、そういった感じの縦具符号でよくこの円ですね、円が使われます。はい、それから他にもですねここでは記号で使いましたが、実際の絵でもね、使われるケースっていうのは非常に多いです。例えばこれなんですけども、これはですね単純にテーブルに対して、これ椅子ですね、まあ、スツールと言いますか、椅子の点線になっておりますね。丸に円になっておりますとか、まあ、これはペンダントライトって書いてありますから、これ照明で使ってるんですね。照明でもですねよく円使うかなというふうに思います。まあ、ペンダントライトだったり、まあ、2階に行くとこちら、まあ、シーリングライトのつもりで、まあ、円を使っておりますね。このようにですね記号で使うこともあれば、こうやって実際のオブジェクトですね、シーリングだったり照明、こういったもので使うことも多いと。まあ、コンセントのねこういう円でも使うことがあったりとかですね、まあ、結構やっぱり正円っていうのは建築の分野ではですねよく使われるものなんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当に一番よく使うのはやっぱり通り芯のところですね。通り芯の、これサンプルの通り芯でちょっと入れましたけども、通り芯ではもう必ずと言っていいほど日本の図面ではこの丸がね使われるということがあると思います。はい、でですね円はですねよく使われることが分かったと思うんですが、じゃあ円弧ってどこで使うのっていう話なんですけども、円弧の登場回数はねあんまり多くはありません。まあ、一つはですねこう円弧なので難しいですよね。 R の、まあ、ちょっと壁だったりとか、あと外光とかで、まあ、ちょっとこうオブジェクト、こう縁石のこう円弧、円のところをね表現したりとか、まあ、そういった使われ方なのかなと思いますが、私個人的にですね一番円弧をよく使うのは小サイズを書くときなんですね。まあ、これちょっとあんまり役に立つか分かりませんがご紹介したいと思います。例えばですねここのコーナーのところのですね小サイズを書きたいなというふうに思ったといたします。その場合、まあ、どうやるかと言いますと、
まずはですね、円を描きます。ちょっと適当にですね、この範囲を示す円をちょっとこんな感じで描いて、でこれですね、実線にすると分かりにくいので、まあ、あくまで記号だよということで点線にいたします。で次にですね、これをですね、まあ、コピーコマンドとかちょっとまだ学んでないコマンドたくさん出てきますが、ちょっとご了承くださいということで、ここをですね一旦コピーいたしまして、いらないものをちょっと消していきます。でさらにトリムコマンドですね、トリムコマンドでいらないもの、いらないところをこういう感じで消していきます。で次にこれ小サイズなのでアップしたいので、これスケールコマンドですね、スケールコマンドを使って、例えば、2倍とかにしましょうか。2倍、ちょっと大きくいたします。はい、こんな感じですかね。ちょっと大きくして、で大きくしたらこれちょっと元に戻してあげます。こんな感じで小サイズとして、ここに表現いたします。ここの小サイズがこれですよと。でこれをですね、分かりやすくするために矢印で引っ張ってあげたいという時にですね、この円弧を使いますね。これをクリックいたします。で1点目をここでクリック、2点目はだいたい適当にこの真ん中でクリック、そして3点目で、まあ、こんな感じでここでクリックいたします。で今度はですね、ちょっとエスケープをして、線分ですね、線分でここで適当に矢印をこんな感じ、もう1点目こんな感じで書きまして、でちょっと分かりやすいようにするために、まあ、記号なので、まあ、点線にいたしますと。こんな感じで、あとはトリムでこう切ってですね、こういう線の重なりとかはあんまりよくありませんので、ちょっとこう移動したりとかですね、はい、円弧の位置を、円弧の半径ですね、半径をちょっとこう調整したり、微調整はまあしていってですね、であとここにですね、ちょっとこれあらかじめ作っておいたんですが、はい、A 部小サイズみたいな感じでして、ここをですね、テキスト、はい、こんな感じでどうでしょう。こんな感じでしとけば、ここの点線は A 部ですよと表現いたしまして、でこう点点点点で円弧で持ってきて、ここでまた円ですね。で A 部の小サイズですよと。でここにまた寸法とかですね、文字とか細かく書いてあげて、小サイズとして、まあ、成り立たせるということですね。こういうですね、まあ、記号としての使い方ですね。こういうこう矢印っていうのは、まあ、直線よりもですね、やっぱりなんかこう、なんか書き出してる、引き出してこう書き出してるなと、まあ、こういう図面内の表現の方法ですね、一つの一例ということで円弧を使っていきました。はい、それでは円の使われ方、使い方の続きになります。はい、他にですね、円ってどういう感じの使い方があったかなというふうに思った時に、まあ、結構原点をですね、このオートキャドの原点の位置を探る時によく使ってるなと、個人的に使ってるなと思いましたのでご紹介したいと思います。完全にですね、私の使い方というふうになるんですけども、このオートキャドにはですね、この座標というものがございます。この黒い部分ですね、まあ、この画面見えているところ、これモデル空間というふうに言ったりいたしますが、まあ、なんていうんですかね、もうどこまでも果てしない空間が続いている宇宙のようなものなんですけども、まあ、ここにですね、座標というものがございます。ちょっとここですね、注目していただきたいんですけども、このモデル空間上でこうカーソルを動かすと、これ数字が動いているの分かりますでしょうか。非常にですね、動いておりますね。これ何かと言いますと、 X 軸の座標、 Y 軸の座標、それから Z 軸ですね、 Z 軸の座標ということで、基本的に今2次元で書いておりますので Z 軸は動いてはおりませんが、 X と Y は常に動いております。でこの座標にですね、原点 0.0 というものがあるんですね。で今この図面内の 0.0 ってどこかなというふうに思った時に、まあ、私の場合はですね、この円弧ですね、円、まず円を作ります。で今度ムーブですね、移動コマンド使います。まだ移動コマンドはやっておりませんが、これクリックして円をクリック、そしてエンターで、こう起点をですね、指定するわけですね。でこの起点をですね、この円の中心に持ってきてあげます。でここでクリック、で次どこに移動しますかっていうふうになった時に、こうクリックしてもいいんですけども、クリックじゃなくてですね、このコマンドラインのところにですね、0.0と、0.0打ち込んでエンターを押します。はい、そうしますとですね、こう移動しまして、ここの中心がですね、0.0、この
モデル空間の座標の 0,0 になるんですね。ちょっとここ見ていただきたいんですけども、この円の中心にカーソルを持っていくと 0.0.0 と、 X が0、 X 軸が0、 Y 軸も0、そして Z 軸ももちろん0ということで、この空間の原点ってどこだろうということで、ここだなということが分かります。ここということですね。この時にですね、まあ、なんか円弧を使う方がですね、円弧じゃなくて円か、円を使う方がなんかこの中心点ね、非常に分かりやすいですし、どこかなって探る時にねよく使います。でこの原点の使い方っていうのはですね、まあ後ほどご説明できたらいいなとは思いますが、この原点が分かることによって、まあ、この図面がですね、どういう作られ方ですね、どういう意図で、どういう作り方で作っていってるのかなっていうことが、まあ、なんとなく分かると。まあ、原点を意識して作っているのか、原点を無視して作っているのかっていう、まあ、この2つが大体ざっくり分かるということですね。まあ、ちょっと原点のね、使い方っていうのはですね、まあちょっとおいおいですね、説明できたらいいなとは思うんですけども、まあやっぱり基本的によく使われるのはですね、この通り心のですね、若い順番ですね、A 通り、1通りと A 通りみたいなね、この辺のこの交点ですね、ここの交点がですね、このオートキャド上の原点になっているということが、よくありますと。こういう感じですね。ここの、ここを見ておいてくださいね、ここ。この中心が 0.0.0 なんですけども、この 0.0.0 のところを通り心の若いところ、番号ですね、1通り、A 通り。で、ここから1通りからどん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 ですね、こう、直行モードオンにして、2通り、3通り、4通り、A 通りから B 通り、C 通りみたいな感じで、5通り心がこう増えていくわけなんですけども、ここの交点ですね、ここをプロジェクトの原点にすることが多いと。これのメリットとしては、起点コピーとかですね、コピーをするときに、他の図面、今、1個しかね、CAD データ開いておりませんが、例えば2回平面小サイズ、3回平面小サイズ、4回平面小サイズみたいな感じで、たくさん図面を開いていたときに、この図面間で何かオブジェクトをコピーしたい、柱の位置を同じ位置にしたいとか、窓の位置を同じ位置にしたいみたいなときに、この原点が一緒だとですね、まあ、コピーがしやすいよということがありますので、まあ、丁寧にですね、このモデル空間内で図面を描こうと思えば、この原点をですね、意識すると結構綺麗な図面の作り方、このデータを誰に渡しても恥ずかしくないっていうのは言い方がちょっと変ですけども、扱いやすい図面になっている、扱いやすいデータになっているということでございます。ちょっとですね、話がちょっと逸れてしまったんですけども、まあ、円の使い方ということで、まあ、こういう細かいところにですね、まあ使ったりもしてますよということで、一つの一例としてご紹介になりました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、ちょっと長くなりましたが、円と円弧の書き方、それから図面内での使い方みたいなところをご紹介していきました。次回なんですけども、オートキャドの続きとなりまして、今度は四角の書き方だったり、あとスプラインといってこういう蛇のような円の書き方、それからですね、楕円ですね、今日のちょっと円に似てますけども、あのラグビーボールみたいな楕円ですね、こういったものの書き方をご紹介していきたいと思っております。また今日と同じようにですね、図面内でどういう使い方をするのか、どういう使い方が多いのかということもですね、合わせてご紹介できたらいいなというふうに思っております。それでは今回の動画は以上になります。また次回の動画で学んでいきましょう。